なんだ？誰かに見られてる気がする。今から少し前のことよ。この奥に大きな穴が開いたの。大穴と光、それに強硬化したモンスター、わからないことだらけだな。大穴が発生したのはあそこよ。村長はあなたのことを伝説のライダーだと誤解しているわ。あなたがレウスと確かな絆を結べれば、もしかしたら誤解ではなくなるかもしれないわね。そうだな、アユリアの言う通りだ。本当に伝説のライダーになればいいんだぞ、ライダーさん。どうしたの？もしかして怖いの？レウスに破滅の力があるかもしれないから。レウスに破滅の力があったとして、どうしたらいいのか私にもわからない。でもオトモンはライダーの声を聞いている。あなたが不安や迷いを感じれば、レウスも同じように不安を感じてしまうわ。ライダーさんのじいちゃんはモンスターの声を聞くことができたらしいけど、モンスターが人の声を聞くっていうのも初めて聞いたぞ。モンスターは人の感情やその場の雰囲気を敏感に感じ取っているの。言葉を喋らない分、私たち人間よりも感覚が強いのかもしれない。そういうものなのか。あなたが怖がっていたら、レウスは力を出すことができない。レウスを守れるのはライダーであるあなたしかいないのよ。その息よ。どうかしたの、ナビル？なんだかずっと誰かに見られてるような気がするんだ。誰かって？誰もいないけど。もしかしたら俺のファンがついてきてるのかもな。恥ずかしがらないで出てくりゃいいのに。あれは大変だ。急ごう、ライダーさん。
なんだかまがまがしい。いつになったら力を出すんだ。何か感じ取ってる。おい、もっと近くで探らないと。アルセルタスよ、様子がおかしいわ。
またパワーアップしたぞ。アンジェナフやリオレイヤの時と同じだな。光を浴びたせいでおかしくなっていたんだな。ええ、これではっきりしたわね。光がモンスターを暴走させていたのよ。でもわからない、モンスターが光を浴びて強硬化するのならオトモンだって危険なはずよ。この子たちはどうして正気でいられるのかしら。まだまだわからないことだらけだけど、これで一歩前進だな。村に戻って報告しようぜ。ええ、そうしましょう。村へ向かうぞ。そろそろハンターを呼びませんか。理由は、予感、胸騒ぎかな。わかった、手配してくれ。あら素直。ことが起きてからでは遅いと言ったのはお前だろ。それにお前の勘は見どころがあると聞いている。なるほど、良い教えですね。でも残念。何がだよ。いえいえ別に。アルセルタスがいたぞ。どっちも強硬化していた。やっぱり大穴から発生している光とモンスターの暴走には関係があったんだ。そう、だから島の守りレウスは暴走してしまったのね。守りレウスの様子がおかしかったからずっと気になっていた。強硬化したモンスターが村に現れたら、また村を壊されてしまったかもしれない。君たちのおかげで最悪の事態を避けることができた。皆に代わって礼を言う。ありがとう。言ったろ、この村は俺たちが守るってな、ライダーさん。こっちも分かったことがある。デデ爺様はラビナ雪山にいる。目撃したアイルーがいるの。本当か。だったら急いでデデジーのところへ向かおうぜ。ええ、支度ができたら出かけよう。